はい、おじでーし。しゃ、これ始まってるね。大丈夫だよね。今回は、ホリシャ4を立ち上げたんだけど、どうしてもおじいがね、すごい疑問なのが、真面目な話なんだけど、あ、一番搾り買ってきた。ね、ズランツってなんでこう、運転してる気持ちにならないんだろうっていうね。で、そしたら視聴者さんが、シフトアップ、シフトダウンの時のエンジン音って言うんだけど、でも動きもなんか変なアニメーション入ってるしね、そんだけの問題なのかなと思って、この、なんていうかな、この、フォルザの場合ってアナログで動いてるけど、なんか、ズランツの場合ってデジタル、なんか、カクカクしてるような気がするんだよ。なんかね。はい、お疲れちゃーん。おお、うまいな、一番搾り。でもなんか薄くなったような気がするな、気のせいかな。なんか昔もうちょっと濃かったような気がするけど、まあ気のせいかな。なんかもうちょっと一番搾りって、なんかもうちょっとなんか濃さがあったような気がするけど、まあ、超久しぶりだから、なんか思い出は美化するっていうからね。でも昔のラガーとか結構美味しかったよね、うん、もっと濃かったよね。キレもあってね、うん、よいしょ、ご飯食べながら、うん、今日は買い物はなかった、ランプ、うん、スタリオね、まあこれも中止のまんまだけど、乗ったことあったかな、これ見た、乗ったことあったっけ、ちょっと乗ってみようか、うん、うん、ね、うん、そうね、結構びっくりしたよ、みんなここ埋め尽くしてるんだね。一個だけオンラインが終わってつながりねえって、なんか不思議な一応者様もいらっしゃったみたいだけど、うん、なんでだろうね。一回アカウントもう一個作って、で、その、ステアカでログインして、一発目に やってみたらどうだろう。なんかおかしくなってるよね。うん、うん、アップグレードしない。これレベルいくつ今、あ、B か、D だからね。D で参加できる。あ、これが D で参加できる。あ、じゃあこれでいってみよう。なんで D、あ、350だから、吊るしだから。じゃあ、E に参加すれば、あ、E 参加できないんだ。これは B か。まあ、多少チューしないと勝てないよってことなんだね。うん。まあいいよ。とりあえず車がどういう動きするか見たわけだから。うん、音だけの問題じゃないと思うんだよな。うん。見つかったすべてのパーツをジェルで購入して、なんか、じゃあ一応、お任せは嫌いだけど、一応じゃあお任せしよう、うん、バランスっていうかね、ムジェロ、うん、
行ってみよう。
っぱあのおすすめのチューニングライトになれないね。やっぱ自分でやらないと、ね、でもなんかさ走っててさあの納得するんだよね。あーって言っちゃったっていうその現実と同じ感じで、あーもうこうなるよねっていう、あのジュアンツとは全然違うよね本当。うん、コントロールできなくなるのもちゃんと、ああタイヤが滑ってるってね、うん、これもグリップしてないよねっていうのをしっかりと伝わってくるんだよね、うん、でこんなにさ D クラスでこんなにゆっくりなんだけど走ってる感じするんだよね、うん、とエンジンをほかしてブーンってブーンってなんか走ってる感じがするんだよ。本当ね、あの楽しい。今何クラスだっけ？ああ、これはもう一個遅いやつでしょ ？E クラス。じゃあその E クラスで走ってみよう。ね。全然あの今より遅い E クラスでもう全然楽しいよ。これ B か。これは C か。これは D か。これ B か。なかなか E のイベントってないね。あ、ここら辺があるね。これで行こう。クラブサーキットオリジナル？違うか。シブリング。あ、なんかよく昔から聞くな。あの、シムビーンの。ゲームにこのコースはよく出てきた。あ、このコース覚えてる。あ、いつも走らないけどフォルサ2から走ってるとこじゃないか。これコース全然覚えてねえけど、ここまっすぐ行って左側に曲がってなんか右行ってどうだかな、なんかグって曲がるとこがあって、でこれがさブワーンって言って、ちょっとそこから記憶ないけど、これ最後ここに来るまでこうカックンカックンって曲がってトンネルのとこだよねこれね。あ、なんかそっか、これ名前覚えとこう。これズランチューにもあんのかな、このコースシブリングって。ここね、よく走った。あともうちょっとのとこで勝てなくて、すんごい走った、フォルサ2で。うん。もうサイドブレーキしたら、もう、何びたりとも、抜かさせてくんねえから。勝てなくて、勝てなくて、最後直線だから、で、ここのカクンカクンで抜くしかないんだけど、追いつかなくてさ、ここ覚えてるよ。
一緒ね。これサイドブレーキ聞いてるとやっぱ遅いよね、ほんとね。面白いな、ほんと肉買ったくなっちゃったわ。いやほんとね、フォルツァはなんでこんな楽しいんだろう。うん、まあ見てる人はつまんねえと思うけど、でも楽しいんだよ、こんな行くの。本当にエンジン回してるって感じなんだよね。これおかしいな、おじいが、これ飛行場のことじゃないの、これ。
これあ、区分機じゃ、これかな、違うな。おじいがちょっと頭に描いていた格子と違う。あ、何これ。あ、全部格子違うんだ。ごめん。だこのだこれらのマシンもだからあのカスタマイズしていくとこうアップグレードしていくとこれね絶対に楽しいんだよ。あ、これロックされてるの。そうか、これあの車あのオンラインで買ったやつなんだね。あのいろんな人のやつの、うん、なんかデザインかなんかこうもらったやつなんで、うん、いやー楽しすぎるな。めちゃめちゃ楽しいな。買い取る価格ってな。え、ちょっと待って、今車売るって言ったの。え、マイカーを何、おじ売るって言った。これ買うんじゃなくて違うね。これとクラス C ぐらい行ってみようか。ここら辺からか。こういうね、アメ車はね乗らないんだよ。あ、ソアラ、ソアラだよ、ソアラだね。よいしょ、うん、先輩がよく乗ってた、よく乗ってるか、運転させてもらってたソアラ乗りたでしょ、これ、うん、百何十万円のオプションのあのエアサスついてたね、うん、うん、ジェット乗っても、あ、したらセリカもいいな。あー、やっぱ MR2 いいな。MR2 行こうか。ねえ、アップグレードは、まあいいか、ちょっとこのまま行ってみようか。ねえ、曲がらない。これが今、あ、これ C だね。でも、なんか MRS シリーズ425だから、あら、全然勝てないってことか。うん、筑波ならコースが分かるかも、うん、でもいまだにあのちゃんとこれを起動して遊べる状態にある視聴者さんがいるっていうのが嬉しいね。本当
でもさ、スルスで買って走れるっていいと思わない？ズランツーだとさ、スルスの状態でさ、走れないじゃん、とにかく。で、うまければさ、頑張ればいけるじゃん。もうちょっと、車、ここだな。まあ、これをスポーツ仕様にして、ね、あ、もう、トヨタだから、あれか、ゼロなんだ。あ、じゃあ、これもゼロか、じゃあ。ほら、いっぱい走ってるから、もうみんなゼロなんだよ。ゼロで買えるんだよ。じゃあ、スプリング、ね、ちょっと固めにしていきましょう。で、下火入れる？いいね。で、これもね、練習仕様にして、で、軽量化。ね、422だからまだいけるな。で、まあ、ブレーキ消えた方がいいかな。でも待てよ、タイヤどこ、ね、で、その前に、オイルつけないといろいろ変えられないからね。それかアドバル、で、フロント、ああ、B クラスになっちゃうんだ。B クラスになっちゃうんだ。ちょっと待って、あんまクラスアップしたくないな。で、タイヤのコン、ああ、B クラスになっちゃうんだ。ああ、じゃあ上がらないように何か。最悪、ここ、ああ、B になっちゃうんだ。じゃあまあブレーキ、あ、上がっ、もう426、あ、じゃあもうこれ限界なんだ。じゃあこのクラスのまんまでね、いきましょう、よし。で、どれだっけ、この辺、これだっか、これだっけ、これだ、これだね、よし。もうぶっちぎりで2位だよ、もうもらった、ぴょぴょーん。あー、うまい。
嘘。絶対にチューニング間違ってるよね、これね、おそらく。軽くすればいいってもんじゃないよね。でも昔は軽くすればよかった時代もあったけどね、初代トーゲマックス時代とか、うん、もうこっから通用したくなってきてるんだよ。これ以前のゲームはっていうか軽量化していけば、とりあえず滑ろうが、ロールしようが、コントロールすれば、勝てる時代があったんだよ。後ろこの方ね、走る方、みんなマフラーとかさ、タイヤとか変えるじゃん、ね。でも先にね、軽量化だけ上げちゃえばね、なんとかなる時代もあったんだよ。もう自分でおかしくなっちゃった、本当。だからチューニングバランスを取れば勝てるんだよ、楽勝でね、多分。ああ、面白い。追いつかない、勝てないで、全然怒りが何もないし、あ、そうだよねっていう、楽しくなるんだよ、フォルザの場合は。納得できるから、ああ、なるほどねっていう。ジュランツの場合、なんでああなんだろうな。で、ここジュランツの場合は納得できないんだよね。おかしいだろうっていう。とにかく、ポルシャは楽しい。スイングね。スイングも、お店の女の子の車ね。ポンコツの軽自動車、毎日預かってて。で、新人の子が、いいお客さんついたんだろうね。そしたらもう1ヶ月もしない間にツインゴ買ったんだけど、左ハンドルのマニュアルのツインゴだったんだよ。結構乗りやすくてさ、結構ね、楽しい車だった、ツインゴってね、面白かった。代行やってて、でみんなおじさんち左ハンドルのマニュアル乗れないからこっち回ってくるじゃん、大体ね。ほんとね、チームはね、これいい車だったな。ちょっと乗ってみようかな、うん、これはね、ほんといい車だよ。楽しかった。おお、で本当冗談みたいな車だけど、でもやっぱルノーだよね。乗っててね、楽しい車だったよ。安っぽい車だったって200何十万してね、確かこれ当時。
これさ、見てる人わかる？ジュランツってコーナー、AI はコーナーがすごい遅いから、コーナーで詰めて、抜く、あれなんだけど、フォルツァの場合は、その技が効かないんだよ。ちゃんと AI も走ってるから。ジュランツはコーナーで抜くゲームだからね。アウトから、面白い、楽しい。
全然追いつかないビリだけど楽しい、うん、これあのちょっとやってコツつかんでくるとあのさらに白熱してくるんだよね。だこれぐらいの難易度が本当いい調整なんだよ。今全然追いつけないけど当たり前なんだよ。あの吊るしだし久しぶりだし、うん、だジュランツーだとこんなんでも勝てちゃうでしょ。それがねおかしいんだっけ。次のコーナーで追いつくっていうのがねないからね実際のレースも、うん、楽しいよ。あのこのねツインも楽しいよ、うん、これちょっとカスタマイズしたら結構走りやすい車だと思うよ。うん、こればっか乗ってたからね、最初の車がこれだったんでこればっか乗ってたんだよ。フォード？シエラか、ね、シエラ乗ったことない。全部もらった車だけど乗ったことがない。こんな車外車乗らないからね、うん、三浦なんて全然運転できないし全然走んねえ車だよこれね、うん、あでも乗ってみる。ちょっとR3 か、ここら辺か、おここならロードアトランタ、うん、いやご飯も美味しいし、お酒も美味しい、うん、楽しい。今この瞬間、この時間が楽しい。
こういう車はおじいは苦手だよ、本当。うん、でも楽しい。ズランツってほんとつまんないな。でもあのフォルツァだと一台一台車を乗って楽しむってことができるけど、フォルツァの場合ってさ、変じゃん、あの車が変じゃん。なんかあのグラフィックは綺麗だけど変じゃん、車がね、おかしいんだよ車が。あ、ゴルフ乗りやすいよな。ゴルフは結構コントロールしやすい。おお、これなら勝てるだろう。多分。でも本当この難易度がすごくバランスいいでしょ、ジュランツーの追い抜くゲームと違って。ドリフトできません、ね、いやー楽しいな。ね、うまく操れないけど楽しいのよ乗ってて、
うん、お酒が美味しい、うん、なんか人生有意義って感じだけど、ジランツやってると人生捨ててる感じするんだよ。楽しいな。この頃のホルサは良かったな。もうここがもう一番絶頂期だったね。本当。ここからもう A クラスか。これだね。いっぱい車はもらったけど、本当乗りたいって車がねないんだよね。あ、スープラあった。本当スープラ持ってた？よいしょ。ごめん。うん、スープラ乗りだからね。スープラ行ってみよう。ここだけ買ってないんだ。楽しい。本物の車もそうじゃん。あの、うまくても下手でも運転してるのが楽しいじゃん。ね。
でもこの難易度だよ、ズランツーとは全然違うでしょ、あのごぼう抜きゲームとは。これがいいんだってね。はあ、22時半か、マジかだ、もうちょっと休もうかなね。ほんだけね、いやもう美味しかった、ご飯がもう人生エンジョイした感じがするね。フォルツァは楽しい、とにかく楽しい、乗ってて楽しいね。ズランツーは本当にクズ、ズランツーつまんないよね本当。はい、そんなわけで終わります。じゃあねー。